雲仙だけど麓走ってる。すげえ、こんなでかいんだね。砂防ダムっていうかそういうやつです。ういえ、やったこれかな、これを左、島原眉山ロード。ういえ、はい、これが 9.2 キロ、13分。よかった、暑い時間に山来れて。おい、急カーブ注意。おい、お、いい感じ。おお、ほいっと。おお、展望台。おお、雲仙だけど麓走ってる。おい、耳直した。あれ、なくなった。うえっと、徐行。おい、えいっと虫も当たります。ういえ、ピー、お、ほい、やった、平成新山ネイチャーセンター。行きません。うい、うわー、見えた、すげー、気持ちいい。お、危なげ。長い長い。うい、おお、景色が移り変わる。これ何？あの海まで一気に下っていきそうな道だ。うわ、本当に海まで行きそう、このまま。うわ、すげえ。お、ここ寄ってみる。ういえ、微妙な坂ここで
めっちゃギリギリ雲仙だけボッコボコ上が走ってないとすっげえ暑い。よいしょ。よし行こう。ウィーエー。いった。ウィーエー。今ね、結構下ってます。傾斜 10% ぐらい。ういーおーい。長い長い。うわー、あ、おー、でけー、規模がすごい。これあの、うわーすげえ。これあの雲仙岳からバーって砂が流れてきちゃうから、どん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 小さいやつにしていく、小粒にしていく設備です。設備っていうか施設っていうか建築物っていうか。おいー、すげえ、こんなでかいんだね。砂防ダムっていうかそういうやつです。うわすげえ。そりゃそうだよな、火山からバーンってダーンってなったやつを町に流さないようにしないとダメだからね。そりゃ規模でけえわ。あ、ここ気持ちいい。景色と相まってここいいです。おーい、はいごめんなさいね、喋ってる間に。お、ほいえほいえ、終わり。はい、ふう、楽しかった。じゃあこれ右。はい、ピタッと。ほい、お、砂防ダム下からバーって見えるんじゃない、連続で。あー、下から見るとあんまり重なってるっていうの分かんないんだね。ほら、こう上から来てこの下を通ってそっちに行かないように、その辺でいい感じに止まるようにしてる。あー、なんか鉄の柵みたいの、太いのもあったわ。へー、すげーな。じゃあ次は仁田道路行きましょう。仁田峠循環道路か。そこに行くまでの間が割といい感じの山道っぽいけど、名前はついてないかな。南島原市シオンタン。あー、2時7分。いやー、山の上の方行きたい。風がぬるい。
シールド開けてるとね、あのドライヤーを目の前でガーってやってる感じ。お、これは始まる。雲仙12キロ。お、お、少し気温が下がりました。おお、お、オールクリアになった。やった。ほい、お土産、温泉。どうも。おお。まったり行きましょう。おお、ぐにゃぐにゃ強い。おお、曲がるね。ういー。あ、これドリフトの跡じゃなくてバスの跡だね、タイヤの。ういー。うえーった。うえーコーナーが細かいね。うえー。そしてマンホールとかね、縦方向の段差とかある。うえー。うわった、マンホール、マンホールすげえな。うい。ういた。お、また詰まってる。今雲仙岳登ってます。ほい。あ、涼しい。ここはナビタイムのマップにおすすめのツーリングルートってなってなかったんですよね。多分この縦方向の段差とかマンホールとかあるからかな。 100m 先、展望台。見てみる。私はここでいいや。うん。これってそのこの向こう側が熊本ってことだよね。多分。ほい。行きましょう。おい。おい。おお。暑い時間に来てよかったね。ちょうど日陰だらけだ。なんかまたケツ滑ったな。軽く。なんでなんだ。ぬるっていくんだけど。うい。
気温のせい？ブレイク。路面が熱くなりすぎてるってこと？砂利っぽい滑り方じゃないんだよね。ぬるっていくんだよね。ああ、ゆっくりだからシールド開けましょう。はあ、はあ、これが雲仙の空気。登って平らになって、登って平らになってだね。いいえ、ダメだ、やっぱり目が乾く。うわ、地図ぐにゃぐにゃだな。ういえ、うわっと。路面にマンホールがなくなった。あるわ。はい、はい、どうすっかな、行くかな、やめよっかな。混み具合見てだな、上の方の。こういう風に流れてくれればな、ぜひ行きたいけど。今4速で登ってます。バタ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 。この音いいですよね。雲仙市、ゆっくり入ります。ウェルカム雲仙。バイク、これ似た峠右行ってみるか、せっかくだから。でもこれ一通なんで、すげえ混んでるからっつって戻るわけにはいかないんですよね。はい、その先、県一付近です。はい、